長崎県五島市の消防署が行ったアンケート調査で全署員の4割近くがパワーハラスメントの被害を受けたと回答した問題で総務省消防庁は環境職場環境の改善が必要だと判断し現地にハラスメントの専門家を派遣する方針を決めました。 後藤市の後藤市消防署ではことし5月に全署員を対象に行ったアンケート調査でおよそ38%がパワハラの被害に遭ったと回答し組織の中でパワハラが横行している実態が浮き彫りになりましたまた調査結果を受けて後藤市の野口一太郎市長は今月12日に行われた市議会でこのような実態があることについて誠に申し訳なく思っていると陳謝しています この問題について総務省消防庁は職場環境の改善が必要だと判断し来年2月にハラスメントの専門家を現地に派遣する方針を決めました専門家はハラスメントに関する相談体制の整備や再発防止に向けた取り組みに関して指導するということです